チャンネル66。What's up 66ジンです。今回の動画は新作シーワークスから発売されたバンフィールドディアの紹介をします。実はこのジャケット、この今僕が着ているこのバンフィールド、これもシーワークスのバンフィールドなんですけども、これ前回発売されたものなんですよね。これ太胸のコーデュロイのジャケットなんです。このジャケットを元にこちら、ディアで、レザーのディアで表現された新作なんです。僕が着ているこのバンフィールド、これ太胸のね、さっき言ったコーデュロイなんですけども、こういう軽いタイプもあるので、この、実はこのブラウンとこちらにかかっているグリーンがあるんですよ。ね、こちらの方も気になる方がいたら参考にしてみてください。このバンフィールド、新作ですので、仕様の解説をしっかりした後に、アメリカ人ならこう着るっていうコーディネートを2つほどお届けしますので、おしゃれの参考に最後までご視聴ください。シーワークス新作、バンフィールドディアです。はい。こちら、ディア、ね、鹿革なんですよね。1.6 ミリの鹿革ですね。浸透紙の鹿革を使っています。なので、写真ではないんですよね。なので、こう、マットな感じがたまりませんね。特にこの脂肪っていう部分で考えると、素晴らしい脂肪が出ております。鹿革っていうとね、傷がついたりそういう感じがあるんですけども、この 1.6 ミリっていう部分で、すごく、傷とかがこう埋まっていい雰囲気になっています。形ですけども、リーバイスの70506、サードの次のパターンですね。はい。このポケットがついたタイプを元にしております。まあ、ファインクリークレザーズの、山崎氏曰く、このサイズ感、デカさですね。こう、は、アメリカ人があえて普段着ている革ジャンをイメージしたこの大きさっていう形ですね。たまたま今ね、こう、ドロップショルダーのものが流行っておりますが、まあそこのところも含めて、こういうちょっとアメリカ人っぽい感じの着方で着てもらいたいなっていう思いがあり、これを作られたようです。はい。そして後ろも見てみましょうか。もうここは圧巻なんですよね。見てください。これだけの量の鹿革ですね。を使用してるんですね。なかなかないと思います。これだけの広い範囲の鹿革をバツッと使えるっていう部分。これものすごく贅沢ですね。すごく贅沢に、この素晴らしい鹿革。まあ鹿革知ってる方はわかると思うんですけども、こんな綺麗な感じに使えるっていうのはなかなかできないことだと思います。なので、このジャケットはもう着るだけで、もう優越感に浸れるジャケットじゃないでしょうか。はい。もう形もね、このね、ジージャンの形っていうことで、もう何にでも合わせられるっていう部分も素晴らしいと思います。はい。まずアメリカの、こう、家着というか、ラフに着てる感じ、アメリカ人が。そんなイメージをしてみました。キャップに HW ドッグのトラッカーキャップ。そして、こう、インナーにシーワークスのバスクシャツ。そして、ちょっとね、こう、ワンポイント。中にね、シュガー&コーンのカーディガン。で、パンツはフルカウントのスウェットパンツに、シューズにニューバランス997を合わせてみました。ね、すごくラフな感じですね。そして、バンフィールド。ね、サイズがね、ちょっと大きめなので、こうドロップショルダーで軽く羽織る感じ、もうアメリカっぽいアメリカ人が着るレザージャケットっていうイメージで羽織ってみました感じですね、はい、ちょっとね全体的に緩い感じを出してます。はい、続いてはもうまさにアメリカ人っぽくないですか。はい。シャツにジェラードのシャンブレーシャツ。そして、パンツはフルカウントの30周年記念にね、作ったパンツ、ジーパンですね。そして、靴にメーカーズのモンキーブーツを合わせました。ちょっとアメリカ人の休日にちょっとお出かけっていうイメージですね。はい。そして、バンフィールド。やっぱりちょっと大きめな感じでざっくり羽織ってみました。もうまさにこれで、出来上がりじゃないでしょうか。
もうシャンブレーシャツってね、まあダンガリーとかシャンブレー、もうデニム地とかね、こうシャンブレー地っていうのはもうザ・アメカジ、アメリカっていうイメージがしますね。はい、そしてもうザ・アメリカだったらデニムがもう鉄板です。でシューズにカツッとまたね、ジャケットと合わせてブラックのシューズ、それでいてちょっと変わったモンキーブーツを合わせるっていう感覚ですね。まあおしゃれな雰囲気を仕上がりましたね。でちょっと肩をこう落とした感じでざっくり切ると肩が見れるんじゃないでしょうか。シーワークスのバンフィールドいかがだったでしょうか。コーディネートの中で気になったアイテムなどあったら動画概要欄の方にリンクが貼ってありますので、そちらの方をチェックしてみてください。これからも新作の革ジャンやデニムなどお届けしていきますので、チャンネル登録してお待ちください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。じゃあね、また見てね。